Hello everyone, welcome to my YouTube channel. 皆さんこんにちは、アイラです。今日は海外ドラマを使って一緒に楽しく英語を学んでいきましょう。今回は英会話初心者にもおすすめの海外ドラマ Friends を選びました。 Friends はアメリカのコメディドラマで、ニューヨークで暮らす20代後半の男女6人の友情や恋愛を描いたドラマになります。笑えるシーンもたくさんあって、とても楽しいドラマなので、今日の動画は楽しみながら英語を学んでいただけると思います。ではまず最初に英語字幕付きであるシーンを見ていただきます。その後にもう一度、今度は単語や日常で使えるフレーズをご紹介しながら一緒に見ていきたいと思います。では早速英語字幕付きで見てみましょう。 Hi. What's wrong, buddy?Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? My Thanksgiving leftover sandwich. I can't believe someone just ate it. Ross, it's just a sandwich. Just a sandwich? Look, I am 30 years old, okay? I'm gonna be divorced twice and I just got evicted. That sandwich was the only good thing going on in my life. Someone ate the only good thing going on in my life. Okay, look, I have enough stuff for one more sandwich. I mean, I was gonna eat it myself, but... Oh, that would be incredible. Thank you so much. I still can't believe someone ate it! では、解説をしていきます。Hi. What's wrong, buddy? What's wrong, buddy? どうしたんだ、buddy? Buddy というのは、兄弟とか相棒になります。そして What's wrong はどうしたの、何があったの、なんか変だよ、何が気に入らないんだよ、というような意味があります。相手が明らかにいつもと違う状態の時に使います。その人を見てすぐに、あ、なんかいつもと違うなって思った時にどうしたのととっさに言ってしまうようなセリフです。今回のシーンではロスが明らかに元気がなさそうに、はいと言って出てきたので、登場人物の一人が What's wrong? と聞いていました。 What's wrong, buddy? Someone at work ate my sandwich. Someone at work ate my sandwich. Someone at work. 職場の誰かが ate my sandwich. 僕のサンドイッチを食べたと言っています。 ate は食べるの過去形、食べたという意味です。 ate. Someone at work ate my sandwich. Well, what did the police say? Well, what did the police say? それで警察は何て言っていたの?と聞いています。この well という英語なんですけれども、日本語で言うという感じの意味です。次の言葉が出てこない時などに well というと時間稼ぎができるのと、well を自然に使うとそれだけで英語が話せる人に見えるので、well を適度に入れるのはおすすめです。英語の面接などでも役立つ英語です。Well, what did the police say? My Thanksgiving leftover sandwich. My Thanksgiving leftover sandwich. 僕のサンクスギビングの残り物のサンドイッチ。Leftover というのは残り物という意味になります。残り物で何か料理するとか、残り物で作ったお弁当という意味の残り物です。そして Thanksgiving というのは何かというと、アメリカやカナダの Thanksgiving Day という祝日のことになります。日本語に訳すと感謝祭という意味になります。日本でいう勤労感謝の日に近い祝日ですね。ですがアメリカではもっと盛大に、日本のお正月並みにご馳走を並べて親戚や友達と祝う大切な祝日になります。なので、Thanksgiving leftover sandwich というと、そのごちそうの残り物で作ったサンドイッチという意味になります。ごちそうの残り物のターキー、七面鳥をサンドイッチに挟むのが定番です。My Thanksgiving leftover sandwich. My Thanksgiving leftover sandwich. I can't believe someone just ate it. I can't believe someone just ate it. 誰かが僕のサンドイッチを食べたなんて信じられない。と言っています。ate it の it はサンドイッチのことを指しています。そしてこの just はあってもなくても意味は通じるんですが、
本当に食べちまった、マジで食べちまったという感じで強調するために just を使っています。I can't believe someone just ate it. I can't believe someone just ate it. Ross is just a sandwich. Ross is just a sandwich. Ross たかがサンドイッチじゃないかと言っています。この just はたかがとかただのという意味で使われています。Ross is just a sandwich. Just a sandwich? Look, I am 30 years old, okay? Just a sandwich? たかがサンドイッチ? Look, I am 30 years old, okay? いいか、僕はもう30歳なんだ。最初の just は先ほどと同じようにたかが、ただのという意味の just ですね。そしてこの look は見てよという意味で使われる他にねえ、あのね、いいかい?ほら、というような使い方もできます。会話の途中で相手の注意を引くときに使われる表現です。相手に対する怒りや相手に何かを言い聞かせるときの前置きの表現として使われることが多いですね。Just a sandwich? Look, I am 30 years old, okay? I'm gonna be divorced twice and I just got evicted. これは長いので2つに分けて説明したいと思います。まず前半の I'm about to be divorced twice.もうすぐ2回目の離婚をするところだ。Divorce というのは離婚するという意味になります。そして twice は2回とか2度という意味になります。I'm about to 何々。私は今まさに何々しようとしているという意味になります。Be about to 何々でまさに何々しようとしている。何々するところだ。何々の部分には動詞が入ります。そして B 動詞のところは主語によって変わります。主語が私であれば I'm about to 何々。主語が彼であれば He is about to 何々となります。例文を2つご紹介します。I'm about to go to bed. 私は寝るところだ。The bus is about to leave. バスが今まさに出発しようとしている。Leave は離れるとか出発するという意味になります。そして後半 I just got evicted で部屋を追い出された。 evict というのは追い出すという意味で、ここでは got evicted という受け身の形で追い出されたとなっています。 I'm about to be divorced twice and I just got evicted. I'm gonna be divorced twice and I just got evicted. That sandwich was the only good thing going on in my lifeThat sandwich was the only good thing going on in my life. あのサンドイッチは僕の人生で唯一のいいことだったんだと言っています。この文を細かく見ていくと、まず前半。That sandwich was the only good thing. あのサンドイッチは唯一のいいことだった。そして唯一のいいこととはどんなことなのかをこのように後ろから説明しています。Go on で続くという意味になるので going on だと続いている in my life 僕の人生で、つまり僕の人生で続いている唯一のいいことというような意味になります。 That sandwich was the only good thing going on in my life. Someone ate the only good thing going on in my life. Someone ate the only good thing going on in my life.誰かが僕の人生で続いている唯一のいいことを食べた。Someone 誰かが ate 食べた。この後はさっきと同じ文構造です。何を食べたのかというと、The only good thing going on in my life 僕の人生で続いている唯一のこと、これを誰かが食べたと言っています。Someone ate the only good thing going on in my life! Okay, look, I have enough stuff for one more sandwich. Okay, look, I have enough stuff for one more sandwich. わかった。ねえ、もう一つサンドイッチを作るのにまだ十分なものがあるわ。この look は先ほどと同じように相手の注意を引くときの look ですね。enough というのは十分な。そして stuff というのは thing と同じような意味で物とかことという意味になります。stuff。I have enough stuff.私は十分なものがある。For one more sandwich. もう一つのサンドイッチのための。つまり私はもう一つサンドイッチを作るのに十分なもの。ここでは十分な食材、十分な食べ物があるという意味ですね。Thanksgiving の残り物がまだあるということです。
Okay, look, I have enough stuff for one more sandwich. Okay, look, I have enough stuff for one more sandwich. I mean, I was gonna eat it myself, but... I mean, I was gonna eat it myself, but... 自分用にそれを食べようと思ったけど、と言っています。Be gonna というのは be going to の短縮形です。何々するつもりだとか、何々する予定だというように、未来のことを言うときに使います。B 動詞の部分は主語によって変わります。例えば、私は友達に会うつもりです。というように、主語が私、I の場合は、I'm。I'm gonna see my friends。彼は友達に会うつもりです。というように、主語が he、彼であれば、he's gonna see his friends。という感じで、B 動詞は is になります。このシーンでは、私は食べるつもりだったという過去のことを言っているので、B 動詞 am の過去形 was を使って I was gonna eat it 私はそれを食べるつもりだったと言っています。では問題です。私は友達に会うつもりだったは何と言うでしょう。 gonna を使って言ってみてください。答えは I was gonna see my friends となります。ちなみに I mean I was gonna eat it myself but の後のセリフ、自分用にサンドイッチを食べようと思ったけどの後のセリフは実際には言っていませんが、ジェスチャーで私のサンドイッチをあげるよと言っているのがわかりますね。 I mean, I was gonna eat it myself, but... Oh, that would be incredible. Thank you so much. That would be incredible. Thank you so much. それは信じられないくらい素晴らしい。ありがとう。と言っています。ここでの incredible は信じられないくらい素晴らしいという意味になります。で、ここでなぜ That's incredible ではなく That would be incredible というように would を使っているのかというと、これは仮定法になります。仮定法というのはもし何々だったらという話をするときに使います。このシーンではまだ実際にこの女性の方モニカっていうんですけど、モニカからサンドイッチをもらうということは決まっていないけど、もしくれるならそれは incredible 素晴らしいと言っているので仮定法の would を使っています。この括弧の部分は実際には言っていないんですが、もし何々だったらという気持ちが込められているので仮定法になります。 that would be incredible. Thank you so much. I still can't believe someone ate it. I still can't believe someone ate it. 誰かが僕のサンドイッチを食べたなんてまだ信じられない。 still というのはまだという意味です。 I still can't believe someone ate it. ということでいかがでしたでしょうか。日常会話で使えそうなフレーズ満載でしたね。また look などの特によく使われる英語は繰り返しセリフの中で出てくるので覚えやすいと思います。この後ぜひ英語字幕付きでこのシーンをもう一度確認してみてください。余力があれば英語字幕を隠してみたり、声に出して真似したりしてみましょう。もし質問などがあれば気軽にコメントください。いつも動画を見ていただいている方ありがとうございます。今日の動画が少しでも参考になったという方はぜひ高評価ボタンをお願いします。このチャンネルでは英語学習に役立つ動画をこれからも配信していくので、今後そういった動画を見逃したくないという方はぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。Alright, that's all for today. Thank you very much for watching. I'll see you in the next video. Bye!